彦根藩。彦根藩は、大見国の北部を領有した藩。藩長は、彦根城、滋賀県彦根市に置かれた、入宝当初は、沢山城。藩主は、不代大,大名筆頭の伊氏。師藩として一時、彦根神殿藩があった。慶長五年、1600年、上野高崎城主で十二万国を領主していた、徳川四天皇の一人、井伊直政が、 関ヶ原の戦いの先行により18万国に加蔵され、石田三成の居城であった、沢山城に入宝して、助は山藩を立した。直政は、俗称、石田三成の居城を嫌い、琵琶湖の湖岸の伊山に、新城建設を計画したが、建設に着手する前に戦勝がもとで慶長を7年、1602年に死去した。着難時活に、 なおかつが相続すると現在彦根城が存在する彦根山に新城の建設が開始され、慶長11年1 6百6年完成し、彦根城に入城した。現長年1615年、自家次は病弱で、大阪の陣に参陣できなかったことを理由に、なおかつとなお改め上野安中藩に三万国を分岐され違法となった。 代わって三人誌活躍した弟の直隆が藩主となった。この時点で直次の二大藩主としての履歴は抹消され、直隆を二代とした後日。いいはもともと、遠遠海の没落した国人の家で、直政は徳川家康の信任を受けて、新参ながら徳川氏の重臣の一人に列した。その過程で滅亡した武田氏の求心をつけられたり、ご付き人と称される。 家康命で徳川氏の旗本から直政の宿り危機を経て、いいの家臣に編入された家臣をつけられたりと、家康の意向を反映する形で、家臣団の充実が図られた。反面、初期の藩の人事は、家康の許可を必要とし、付き人の中には、同じ徳川氏の家臣のはずの直政の家臣扱いを、されることに不満を抱いて出奔する者もいた。例えば、家康から最初に、 直政に付けられた伊谷三人衆の子孫はいずれも、彦根藩には残らなかった。直政が死去すると、後を継いだ、直継ぐ、直勝と、付き人の対立や、付き人同士の対立などで、反省は混乱し、家康は家臣を統制しきれない時期継ぎを投資としての、器量がないと判断して、病弱を名目に、藩主の差し替えを図ったと考えられている。 直隆のもとで反省の混乱は収集され、いい死に残った月人は、彦根藩の重心層を形成することになる。直隆は、幕閣の中枢としての活躍を認められ、元那元年、元那三年、1617年、寛永十年、1633年の3度に、渡りそれぞれ5万国の活動がなされた。よって30万国の大宝を得る、大大名となった。 さらに、天領の白付け米あずかりとして5万病、治行校、換算5万国を付与され35万国の格式を得るに至った。彦根藩医氏は、幕角の中枢をなし、雅楽島堺し本田氏など、不代有力大名が天保を繰り返す中、一度の天保もなく、国高も不代大,大名中最高であった。江戸城内の主皇席は、合津松平家、 高松松平家と共に将軍の執務空間である奥に最も近く進化に与えられた最高の席であったため館である。また自家卿直行直明、直介と四代五度自家卿が二度就任。直隆、直住が大老になったかどうかは諸説ある。詳細は大政三与の功を参照の大老職についた。文字通り不代筆頭と言えよう。 歴代藩主の中で最も有名なのが、幕末に藩主となった、直助である。開園三年、1850年、兄、直明の死去により、藩主となった。十三代将軍、徳川家定の将軍軽視問題で南紀派に属し、一橋吉信ら一橋派と対立し、徳川家持の十四代将軍就任に貢献する。安政五年、 1858年に大楼につき、直居を得ず日米修好通商条約に調印。これを口実として、質問に出た旧一橋派用人を隠居させ、合わせて言論辞入の資材等を含む安政の大国と、いわれる強権の発動を行った。結果、反発を招き、万円元年、1860年に桜田門外の変で、水戸藩老子らに暗殺された。 同年、藩主に就いた次男の名尾則は、文久二年、1862年に直尾助の罪を、問われ十万国を減報された。現時元年、1864年、金門の変での功により、給料のうち三万国を回復する。また天組の辺、天中組の変、天狗党の乱、長州政党にも参戦し、幕府の軍事活動に協力した。しかし、 長州との戦いでは旧式の軍政、装備などが災いし大敗した。この時点では、幕府内では旧一橋派が主導権を持っており、桜田門外の変異降の彦根藩への報われない扱いを彼らの報復と意識したとが、大政奉還以降の薩長新政府支持へ繋がったとも言われている。慶応三年、1867年、大政奉還後は、 不大筆頭にもかかわらず、新政府側に反論を転向させた。翌慶応四年、1868年の蕎麦、伏見の戦いでは、過労、岡本半助は、旧幕府軍と共に、大阪城に詰めたが、藩兵の主力は、当時近くにある四塚や大津で殺長の、後方支援にあたり、大垣への出兵に際しては、先方となった。母親戦争では、明治政府に加わって、 小山や本宮など各地を転戦、近藤勇の捕獲にも当たった。先行により、商天六二万国を朝廷から配慮している。明治四年、1871年、廃藩地県により、彦根県となった。あと、長浜県、犬上県を経て、滋賀県に編入された。明治十七年、1884年、伊家は白尺となり、家族に列した。 慶応年間の江戸判定の所在は、桜田門外に、上屋敷、赤坂栗に、中屋敷、八丁堀と駄田谷の2カ所に、下屋敷があった。また京都河原町三条下がるに、京都判定、大阪箇所町に、大阪判定倉屋敷があった。なお、江戸で、藩主や、藩主が死去した際に使用する菩提寺は、世田谷の豪徳寺である。 新州彦根市二巻通社編、近世、2008年66ページでは、井伊直嗣を二大藩主としている。しかし、自家継ぎは、あんな下藩初代であることから、これまで、慣習的に、彦根藩主には数えてこなかった。そのため、彦根城博物館では、当主という表記を使い、自家継ぎを数えない台数を使っている、例、井伊直介十三代当主。 彦根神殿藩は、江戸時代中期の聖徳4年、1714年より、教法19年、1734年まで損した藩。自家教の14男、直貞が1万国を分与され立藩。教法17年、1732年、二年、直貞は、創社藩に就任。教法19年、兄で八大藩主の直井の養子師となったため廃藩となった。直オは後、 彦根藩の旧代十一代、財風藩主となっている。上記のほか、明治新後に、千島国営トルフ軍及び、日高国猿軍の一部を管轄した。また、加茂軍七村、神崎軍一村、以上は、大津県に編入、愛知軍十一村、内十一村を、大津県に編入、坂田軍五村、浅井軍十四村、内十九村を、旭山藩に編入。 以下軍十三村、大津県に編入の幕府領を預かり、他の藩、県に編入された村以外は本藩に編入された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。